はい、それではこちら、ウールライクの、フランネルストレッチの、ね、紹介になります。でまずねこの生地ウールライクということで、実はねこう素材はウールじゃないんですけども、ウールのようなね素材感を楽しめる生地になってます。で、フランネルということでね、微起毛になるんですけども、あの若干のねこう毛足があって、すごくねこう温かみもね、ある、生地になってます。でそれプラスですね、こうストレッチの生地になってるんですけども、ちょっとねこう見ていきましょう。まず縦伸びます、はい、で横もねこう伸びるんですけども、この生地ね 2way ストレッチタイプの生地になってます。 2way ストレッチってね、やっぱりこう全体的なねこう伸縮性、全体的にこう伸縮性がありますので、着心地がねすごくいいんですよね。で安定感と戻りもいいので、これね皆さんあの安心してください。縫製の方はねすごくねしやすいタイプとなってます。なのにこう着心地っていうのはねすごくねいいですので、ぜひねその辺参考にしてみてください。でこの生地ね、次、素材なんですけども、ウールライクということで、素材の方がねポリエステルレイヨン素材になってます。まずレイヨンってねこうちょっと自然素材からねこうできてますので、まず優しい感じの素材感楽しめます。非常にこう柔らかみもあるんですよね。あとは、ポリエステルが入っていることによって、非常にねこう扱いも楽なんですよね。これね、家でどんどんこう選択できるタイプになりますので、その辺もね嬉しいんじゃないかなと思います。普段着のように気軽にね扱えるんですけども、デザインとかね質感が非常に、ね、こう個性的でこうおしゃれ着なねこう感じに作品がねこうできると思います。はい、で次生地の厚みいってみましょう。はい、で厚みなんですけども、これ中肉厚になりますね。通常のネルの生地ってありますよね、この時期結構出てると思うんですけども、そのくらいの程よいこう肉感のある厚みになってます。まあ、お洋服全般向きになります、はい、で質感の方がですね、これ通常のネルとは違ってめちゃくちゃ、ね、こう柔らかいんですよね。ストレッチ感もすごく、ね、こう楽しめますし、柔らかさも、ね、融合されてますので、これは、ね、本当にこう体感していただきたいぐらいの、ね、不具合になってます。はい、で次ドレープ行ってみましょう。はい、でドレープもねすごくね綺麗に出ますね。落ち感もありますし、ギャザーとかねタックねドレープを使ったねこうデザインなんかもすごくねこう相性がいいんじゃないかなと思います。はい、で次に生地幅なんですけども、はい、131センチですね、幅広タイプの生地になってますので、洋尺余裕持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします、今回はね作品いくつかねたくさん作ってみました、まずねこちらワンピースになっております。こちらはですねかぶりタイプのワンピースなんですけれども、シルエットがフレアのねタイプになっております。でね、結構ねこう広げるとフレアの分量多いんですよ。裾幅もこんなに広くね取っているデザインなんですけれども、生地がね落ち感もあってこうサラッとしている素材感ですので、こんな風にドレープも綺麗に出て、あんだけフレア分量あるんだけれどすっきりとまとまって作ることができました。とてもね着やすいタイプになっております。でこの生地ストレッチの素材になっております。伸縮性がありますので、こうしたやっぱりパンツとかね作っておくと本当に履き心地もいいですし、使い勝手もねいいんじゃないかなと思います。でパンツやねワンピース以外にもこちらねこれもボトムスなんですけれど、スカート風に見えるキュロットパンツになります。これね大犬のがついていて、こんな風にキュロットパンツになっております。こうしたねボリューム感のあるボトムスもすっきりとね作ることができます。でねタックとか入っていたりベルトがついていたりとかしてるんですけど、こういった細かい部分とかもとてもね縫いやすい生地になっております。ね、ぜひねこのチェックのね柄も活かしながら、いろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。